ロス・ジャルディン諸島は、南鳥島とマリアナ諸島の間に位置するとされた、幻島。ジャルディネスなどとも表記され、英語では、ザ・ガーデンズとも表記される、別名マーシャル諸島。1529年5月、アルバロデ・サーベドラセロンは、ティドレ島から、ヌエバ・エスパーニャへ向かう途中島々を発見し、ロス・ブエノス・ハルディネスと命名した。この島は16世紀の文献では、 北緯10度あたりとされており、マーシャル諸島のどこかであろうと思われる。しかし、18世紀前半のスペイン製海図で間違いが発生したようで、後の海図などでは、北緯21から22度あたりの島のない場所に移っている。1543年1月6日、ヌエバエスパーニャからミンダナオ島へ向かう、途中のルイ・ロペス・デビラ・ロボスが北緯9から10度付近で、 ロス・ハルディネス諸島を目撃した。1 7 8八年七月に、ジョン・マーシャルとトマス・ギルバートの船が、ロス・ジャルディン諸島を探したが発見できなかった。それにもかかわらず、ジャルディン諸島、スカーバラ号に基づくと書かれた海図が作成されてしまった。これが別名マーシャル諸島の由来である。1九百年七月に、コンゴが百二十六年に、満州が、 ロスジャルディン諸島捜索を行ったが発見されなかった。1933年にアメリカ海軍の測量艦ラマポがこの海域を調査したが、島の存在は確認できず、アメリカ海軍ではこの島を海図から削除した。日本の海図から削除されたのは、実にこの約40年後の1972年11月18日付の水路通報によってであった。翌年、 国際水路局もこの島を海図から削除した。ありがとうございます。